トゥラーンは、第二次世界大戦中ハンガリで生産、使用された戦車である。チェコのシコダ社製 T-21 中戦車をもとに、ライセンス生産され、1944年までに、各方合わせて400両余りが完成した。トゥラーンとは、中央アジアの伝説上の民族、国の名で、ハンガリー人はじめ多くのアジア系民族の祖と、捉えられている。 ハンガリーは1938年、トルディ系戦車の採用、生産を決定したが、その後勃発した第二次世界大戦諸島の戦争の推移から、より本格的な気候兵力の整備が必要と判断された。そのためには、より強力な中戦車が不可欠であった。ハンガリーはドイツから縫合戦車のライセンス生産権を得ようとしたものの、これは許可されず、 代わって、1940年、チェコシュコダ社製の T-21 抽選車が選ばれた。T-21 は、同じくシュコダ社製の LT-35 系戦車の拡大、発展型として試作されたもので、リベット接合の車体、砲塔を持ち、LT-35 譲りのボギー式、リーフスプリングのサスペンション、空気圧式変速機を備えていた。 当初 S2C の試作名称で製作されていたが、1939年のドイツによるチェコ併合を経て T-21 と解消された後、試作車が完成した。ハンガリーはこの原型をテストの後、40M トゥラーン抽選車として正式採用。1940年9月、最初の230両の生産発注が行われた。 ライセンス生産にあたって、原型の T-21 のシュコダ A9.47mm 法は、国産の51合計 41M40mm 法に改められ、砲塔形状も改変。エンジンも、国産のバイス・マンフレード製のものになるなど、200カ所以上が変更されている。生産は、ガンズ社、マーバグ社、バイス・マンフレード社、MWG 社に振り分けられたが、 これは、主生産工場であり、パーツ供給工場は、ハンガリー全土に散らばっていた。トルディ系戦車で、多少の経験は積んでいたものの、開発と生産には、時間を要し、国産トゥラーンの試作車の完成は1941年6月、生産者の部隊配備は1942年に、入ってからとずれ込んだ。しかし、 40M トーラーンの生産が本格化する前に折から始まったバルバロッサ作戦の戦訓により 40mm 砲ではすでに強力なソ連戦車には立ち打ちできないことが明確化してしまったこのためトゥラーンに単方しながら 75mm 砲を搭載する試みが並行して行われたマーバグ社が開発した 41M 戦車砲を搭載した 火力強化型は1942年2月に試作車が完成 41M トーラーン重戦車として正式採用された。この間1941年7月には309両の第二次発注が行われていたが 75mm 砲搭載型の 41M トーラーンの最初の生産車が完成したのは1943年に入ってからで その後も砲の生産の遅れのため、トゥラーンアイも引き続き生産された。実際にはこのトゥラーン2の7 5ト、mm、ル砲でも力不足は明らかなため、その後、ドイツの7 5トル KWK40 を元に国産化した、長方針4 3 m 7 5ト、mm、ル砲を搭載するタイプも開発された。この 43M ラン重戦車の試作車は1944年に完成したが、戦局の悪化、ハンガリーの単独講和模索の動きを察した、ドイツ軍進中による混乱など、様々な理由から生産には至らずに終わった。ありがとうございます。